スクーリングとは、テキストや参考文献を精読するだけでは補いきれない内容や、教員からの直接指導でしか教育効果が得られない科目について、1期につき1科目3日間の終日にわたる集中授業を行うことです。 卒業に必要なスクーリング単位はご覧の表の通りです。一年次入学生については三十単位以上。二年次は二十三単位以上。三年次は十五単位以上のスクーリングが必要となります。それではここからはスクーリングの申し込み方法を見ていきましょう。 まず、トヨネット G の学生メニューからスクーリングを開きスクーリング申請をクリックします事前に補助教材、東洋通信、またはトヨネット G でスクーリング情報を参照してください申請受付期間のみ受付中スクーリング一覧が表示されます。 ここで受講するスクーリング科目を選び申請をクリックしますスクーリング申請確認が表示されますスクーリングが行われる日程と場所を確認しよろしければ申請実行をクリックしますするとポップアップ画面で 確認メッセージが表示されるので OK をクリックしますこれでスクーリングの申請は完了です続いて受講表の出力を見ていきましょう申請受付期間終了後スクーリング情報一覧を開き受講する科目の 印印刷刷をククリックします。これが印刷されがさた受講,表です受講表がないとスクーリングは受けられませんので必ず会場に持参するようにしましょうスクーリングの結果はこのようにスクーリング情報一覧に表示されます、P、が合格。 F が不合格です。なお、聖火生では通年スクーリング制度があり通信教育課程でも通学課程の授業科目を調校することができこれにより単位を習得することが可能です。詳細はトヨネット G ガイドブックをご覧ください。